続いてはこちら、突撃芦田愛菜鈴木梨央ポンでラブコメ挑戦。芦田愛菜ちゃん、鈴木梨央ちゃんが共演する話題の新ドラマ、明日ママがいないが今夜スタートします。親からもらった名前なんてもういらない。児童養護施設で生活を送る子どもたちが様々な困難に立ち向かい、幸せをつかみ取ろうとする生き様を描いたドラマです。愛菜ちゃんと梨央ちゃんが喧嘩をするシーンの時は役に入り込むため撮影中距離を置いている時もあるそうです。そんな大人顔負けのプロ意識で撮影に臨む2人にロッチが突撃してきました。このドラマ、うん、難しい、うん、結構役だったりするでしょう。今までに演じたことのない役なので、うん、監督やプロデューサーさんにたくさんのご視聴いただいて、うん、それさ、誰かに言われたの？それは自分の言葉で言うてる今。どんなその話するの？その空き時間とか、例えばなんだろう、女子部屋で、女子、あそこの女子部屋で、女子が生活してる部屋、生活してる部屋で、雑誌みたいに、雑誌みたいに、どんな雑誌見るの？まずなんか、なんだろうね、なんか大人っぽい雑誌、大人っぽい雑誌。それ見ながらどんな会話するの？なんでこの人こんなポーズしてんだろう。モデルさんとか見ながら。完全に浅いゲームですね、これ。今、いろんな役ね、やってると思いますけども、まあこうだってもっともっと大人になっていったら、こんな役やってみたいとかあるかな。なんか探偵の役をやってみたい。おお。ああ、かっこいいね、女探偵。リオちゃんは？私はお医者さんの役をやってみたいです。ああ、ジョイや。ほんならさ、今から大人になった時の役をちょっと練習しようかな。まさか練習中岡劇場でやってみる。はい、というわけでドラマのセットを借りて中岡劇場に挑戦です。彼女はこれ20歳、どっちも20歳ね。行きましょう。はい、楽しいな。何その女の子、誰？ごめん、どっちを選ぶ？どっちを選ぶの？俺の恋人は仕事なんだ。お前らなんかどっちも選ばないぜ。かっこいい、かっこいい。何してんねん。何やねん、何やらしてんのよ。何これ、楽しかったんや。まあこういう役は来るかもしれんけど、相手役は絶対こんな役ちゃうからね。そういう時もっとかっこいいやつやからね。せーの、パン。すごいですね。まず正式に日本テレビの方から苦情が来ます。正式に来ます。ひどいですね。今日に終わってからまたやりたいなって言ってましたから。本当？はい、そうです。まあ、楽しんでくれたのはいいけど、なかなかすごい劇場今回は。ねえ、もう後を引く可愛さで、もう中岡もずっと終わった後も次の日でも可愛かった言って、もうその言ってる様がまあ気持ち悪かった。可愛いからや、ええやろ可愛い。よかったな、あんた大女優に相手してもらって。いや、リハ中の映像もちょっと見させてもらってたんですけどね、真剣にやってすごいなと思って。これも朝7時から早かったですよ。そうなんですか。頑張ってね。いよいよ始まります、新水曜ドラマ、はい、明日ママがいない、今夜10時。